ハーポケ8の表サクセスを実況していきたいと思います。お付き合いください。タイトルに書いてあります通り、トーコちゃんを彼女にしてオールウェイの選手を作っていきたいと思います。では始めましょう。匿名ハンター編ですね。まあこの作品からね、パワポケがちょっとおかしくなったんじゃないかななんて僕は思いますけどね。ちょっと中二臭くなった感じもありますけど、まあそれもパワポケでございますと。で、ここで重要なのは能力タイプ、パワーにしておきましょう。で、オプション、投球オート。これは、オートにすることによって、初期能力の守備力がプラス1されるというところですね。で、守備力がプラス1されると、タイエラーも、守備力と同じ値を、反映するので、エラーも上がるという感じですね。では始めていきます。最初の4周筋トレです。パワーポケ恒例ですね。最初の4周怪我しないっていうのは。てかもう怪我率 0% って書いてるからね。パワーポケ 7より前は、暗黙の了解やったんですけど、もう公式化してますね。で、大神さんとの初顔合わせ。いきなり嫌われますね。で、最大値上げて、筋トレ。この4周筋トレですね。あ、そうだ、お話を、もう、何も言わずに飛ばしてますけど、お楽しみたい方はね、買ってください。お願いします。で、ランニング始めて、OK。15% だからね、ここで怪我してしまったらリセットしてください。で、エーベルさんと出会って、ここでね、パワー上げます。はい。で、回復します。まあ、これは、みんなと同じかなと思うけど、それが一番効率いいんじゃないかななんて思いますけどね。で、勉強終わりますと。でね、パワーポケ8はね、初の、パワーポケ DS 作品でございます。なのでね、野球部分を一から作ったって、攻略本に書いてあったんで、まあそれすごいんですけどね、やっぱそう、初めの作品ってのはやっぱバグが多いんですよ。でね、この打撃テストのバグが潜んでまして、さっきミートカーソルロックオンにしてるんですけど、なんと、ロックオンされてることになってるんですよね。このようにね。バグですね。バグなのかな？いや違うな。これは多分初心者の配慮だと思います。わざとロックオンしてることにして、最初の関門なるべくスルリと抜けてもらうように公式の配慮だと僕は思いますので、そこのとこ間違いないように。でね、これのコツとしてはね、まあ、一球外すぐらいに感じして、一球、着弾点のところの、ね、下、一球外すぐらいにして、それよりかは、それをやりの、一番重要なのはタイミングかな、なんて思います。引っ張り気味に打って、パワーを落とさないようにする。ですね。流し打ちより、引っ張りの方がパワーがあってよく飛ぶので、引っ張りで、打撃テスト終わらせますと。で、ここの点数は24点以上ですね。24点以上で最高評価です。で、電話してうろつきできるということで、早速動いてみましょう。球場ですね。最初行くの球場です。まあ、これ、どの彼女候補でも最初はこれなのかななんて思います。だって、体力最大値プラス3されるんでね、美味しいですよね。で、次。高級住宅街。これは、トーコちゃんルート必須ですね。はい、ポケ8か。ポケ8はね、ほんと屈指の打てなさですからね、試合部分。というか、野球部分が。多分この実況でもね、試合部分はおざなりというか、あまり、大活躍ってことはできないと思うんですけど、それでもね、オール A が作れるっていうところを証明したいと思いますので、はい、お付き合いください。
ミルキー通りですね。3月4週。あれ違うわ。まあ、いっか。いやいや、これでいこう。で、一応最後で見るか。で、トーコちゃんを攻略するってことなんですけれども、そんな焦らなくていいです、最初は。というのもね、お正月をね、トーコちゃんと過ごすと、ちょっと、あんま嬉しくないんで、だから、1年目は好感度20より下を目指したいと思います。まあ、ギリギリをね、狙って。で、まあ、もう極みプレイとしたら、1年目の誕生日でね、置物をもらえるんですよ、好感度20以上で。ここで置物をもらって、好感度が月に1個下がりますよね。それを狙って、お正月はトーコちゃんと過ごさない。だから8月時点で好感度20以上、1月1日で好感度、20以下っていうのを目指すのが極みプレイだと思うんですけど、正直それは難しい。難しすぎるんで、あれ？あ、そっか。球場か。球場行きますと。なので今回は、誕生日のプレゼントはもらうことはしないで、まあ、1年目はそんなにトーコちゃんと絡みません。2年目からですね。トーコちゃんファンの方は2年目の方、ウハウハできます。で、新井さん兄弟。これですね。ゴキブリみたいです、ちゃんと。まあ大丈夫と。球場行きましょう。最初ね、根室コーチばっか出てくるから、根室コーチとトーコさんが繋がってるとは思わなかったからさ、もう根室コーチとの、恋愛ルートがあるのかなって思いましたけどね。まさかの彼氏候補。合気道とかいやらしいですよね。あ、ごめんね。合気道やってる方はほんとごめんやけど。よし。これのね、トーコちゃんルートの利点としてはね、体力最大値が、上がっていくところですね。ランニングしなくてもいいっていうのがでかいと思います。で、高級住宅街1回連れてってもらったら、高級住宅街も直接行きますね。で、根室コーチのお話を聞きますと。で、もう1回。で、ここで初めて、トーコちゃんと再会という。まあ、この時はね、全く、度外視というか、本当に覚えてんのかなぐらいのやつなんですけどね、トーコちゃんも。で、これ、ロールパン。喫茶ロールパンですね。これは、まあ、この週まで、5月4週のところで、空っぽにしておいてください、体力は。すると、100回復します。これを使わない手はないと思うので、空っぽにしておきましょう。で、能力見てみると、守備を、まず先に上げますね。で、久々の練習です。1月4週から、ここまで練習してないね。5ヶ月ぶりの練習だと思いますけど、それプロ野球選手としてどうなのかな？よし、総合練習します。そして、猛勉強しますか。今回ね、パワーポケ8、の実装されました。この勉強システムっていうのがね。まあ、10とか11の野球選手と同じような仕組みなんですけど、その固有のね、野球知識っていうのを上げていって、ランクを上げていく感じです。このようにね。これを、使っていくと、このようにパワープラス15をされるんですよね。で、今回は、これを狙っていきます。三類型。はい。三類型を狙ってやっていきたいと思います。では、行きますか。石中さん行きましょう。ポケ8は、真のエンドを迎えるには、石中さんの3回うろつき、で、さっき出てきたロールパンの3回うろつきを行わないと進めませんので、まあ最低条件ですよね。進めないのでね。まあ狙っていきます。だから1年目の間、トーコちゃんと絡まない代わりに、石中さんのイベントとロールパンのイベントを終わらせておきましょう。
行くかな、どうしよっかな。多分、ね、野球では大活躍しないと思うので、石中さん2回目起こしておきます。よし、試合ですね。ちょっと気合い入れましょうか。ちょっと手汗を拭いて。これね、ロックオンできてないんですよね。さっきのバグは通用しません。あ、バグじゃない。配慮、配慮。配慮は通用しません。なので、自力で打ちましょう。コツとしては、マシンで捉えてはいけません。若干、下ぐらいに当てます。当てて打つ。あー。ポケ8のね、ストライクゾーンは、マジで広い。なんでこんな広いのかっていうぐらい広い。ちょっと、今のはないですね。もらった。これはダメだ。スライダーね。はいはい。岩隈さんって今いんのかな？って言うとひどいですけどね。今の言い方やったら。正直言うとね、パワポケは好きなんですけど、プロ野球に関しては全然なんですよね。なので、まあ、知識としてはね、視聴者さんに、OK! 来たね。頼る感じですけど。でね、外野前進してるからね、三塁打狙いやすいんですよね。いけるかな？いいや。もう関係ねえや。よし、三塁打。これ多分、あれですよね。大失敗じゃないわ。そんなんじゃないよね。野球は難しいな、OK。まあ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 。僕にしては上出来です。ではね、行きましょう。体力を下げましょうね。東郷ちゃんのイベントもう一個起こさないといけないんで、体力をゼロにしてから使った方がいいと思います。はい、行きましょう。猛勉強しようね。野球知識もね、もう2年目で終わらせます。だってね、バットも手に入れてないのに練習したってしょうがないんだよ。非効率なんだよ、非効率。パワポケっていうのはね、効率よくどれだけ選手を育てれるかが勝負ですからね。三種の神器を手に入れてからの本格的に練習していきたいと思います。そして、ミニゲームです。これ大得意なんだよね。もうハードル上げまくるけど、これ大得意なんですよ。いきますよ。おっと。オッケー。まあ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 。失敗しなかったからよかったけど。まあ、ハードル上げた割にはそこまでいいな感じですね。はい、成功しまして、あ、石中さんも起こしたか。3回起こしましたと。でも、訪れる必要はありません。もう勉強しよう。お、出た、兄貴。いい感じに出てきたね、兄貴。兄貴はね、体力が低かったら、ちょっとあんま良くないんですよね。体力最大値が下がったりしてね。でも今のいいね。いい流れだよ。さすが空気を読んでる兄貴。じゃあもう東子ちゃん行きますか。東子ちゃんの、一緒に稽古するっていうことでね。っていうか、なんだろうな。ここで突っ込みたいのはね、お前ら着替えろよ。合気道の道着とかないのかよって話なんですけど。まあ、ありなのかな。で、何も起きないのでね、ついでですから、これは、投稿ちゃんルート必須のイベントではありません。けど、起こしておこうと。あー、ここでね、10% の確率かな。チャンスわずか、対左罰をゲットしてしまうんですけど、それはならないようにお祈りしておきます。はい、OK。お、いった、パービタドリンクですね。これは、後々投稿ちゃんのランダムイベントで、おーっと、イェイイェイわー、これ衝撃受けたよね。
ボケ8で、まさかのだよね。歌ついてるとは。このさっきの部分さ、お月様声チンチンがありって本当に言ってるような感じがしてさ、大丈夫なのこれ、パワポ系だよね、子供向けだよねみたいなの、中学の時はやりながら思ってましたけれども、まあ多分チンチンを声は言ってないですよね。うん、いやでもチンチンを声しか聞こえないよね。本当の歌詞忘れましたけど、多分言ってなかったんじゃないかなと思います。ではミルキー通り行きましょう。ロールパン、これもね3回起こさないと真のエンドたどり着けないんで起こしておきます。ここ選べますね。これは時期によってタイミングによって変えてください。僕スタミナかな。やる気が下がってたら一番左の健康ドリンクでもいいですしね。では2回目の試合です。これ終えて、パート1終わりにしましょうか。うん、JP 早い。今度は大活躍するぞ。ほら、ストライクゾーン広すぎだろ。そんなにバット届かねえよ。わー、もったいない今の。ど真ん中じゃん。おっと、炎上しましたね。おら、おら。よし、やったねー。三塁打ですね。これいけんじゃね？ランニングホームラン。あ、無理か。分かってたか。よし、貢献しました、チームの勝利に。勝利にはなんないか。もう無理だな。オッケー、来た。あー、ガルシア、オッケー。これ大活躍じゃない？いや、活躍ぐらいか。おお、あ、またか。もういいや、なんか四死球でいいわ。よし、フォークですね。フォークを狙っていきましょう。あー、打たなきゃよかった。ゲームセット、ごめんなさい。よし、頑張った。はい、パート1の方、ここで終わりたいと思います。次回はね、トーコちゃんとの絡みも増えてくるんじゃないかななんて思いますのでね、このパート1見てくって、気に入ってくれたらね、パート2もご覧ください。はい、それでは。